去年の実例から言うと GoTo を使って感染して陽性になった人ってのは報告されているのは400名ちょっとです。GoTo を利用した人は9000万人近くに上ります。ですからまあごくわずかな数ですが因果関係があるとかないとかこれだけでは言い切れないところがあります。私は、 GoTo そのものが感染を拡大しているというよりもこの GoTo の雰囲気によって大勢の人がです、ね、動くようになって飲食の時にやっぱり飛沫を飛ばし合いながら感染が進んでしまったのではないのかなとしていますですからそういう感染防止策を徹底するということをもっと皆さんが共有して。 その上で GoTo が一番効果的なところこれは今年のゴールデンウィークに限りません政府は一応6月までと決めていますけれどもその効果のある GoTo をやるべきだとこのように今思っています。